このコーナーは秋田県住みます芸人のチェスが番組スタッフ越前 AP に秋田県内の知ったけいいところをプレゼンするコーナーです。勝者には椎名ちゃんの番組内で自身の冠コーナー獲得の権利が。今日も番組スタッフ越前 AP に気に入られるためにチェスの2人がそれぞれ自慢のスポットや美味しいものを紹介し競いながら街の魅力もお伝えします。今回は森子大物忌み神社にお邪魔します。さあ、はい、我々、移動してきました、はい。非常にこう神聖な場所に来たんですよ。神聖ですね、ここは、ね。はい、このコーナー神聖な場所に来てよかったんでしょうか。大丈夫ですか。いや素晴らしい。どうやらねマイクの調子が悪いということでね。そうなんですよ。私の声を拾ってくれる、AP のマイクがちょっともうね、使い物にならないので、ガムマイクがね、ガムマイクもうちょっと映り込むと思いますけども、もうこれ映り込まないように大きい声出してほしいですよね、AP にはね。かわいいですよ ね、 いやね、ということなんですけど、はい、で神聖な場所、うん、この場所というのはですね、はい、神社なんですね、うん、はい。で非常にこれ話題になった神社でございまして、うん、その名もね、森子大物忌み神社、はい、ということでございます。ということでね、はい、これはじゃあ長谷川さんおすすめということですか。そうです。はい、もうこの名前を聞いてピンときた方もね、僕は結構多いのではないかなというふうに思います。この神社ね、はいはいはい、とある、うん、まあアニメ、うんうんうん、まあ漫画でもありますが、はいはいはい、そこのちょっとワンシーンに出ていた場所に非常にこう、まあ似ているといいますか、モチーフになったんじゃないかということでも、うんうん、はい、そのまあ、あまあ、アニメのね、はい、あの、うん、ファンの方がいらしてる、うん、漫画のファンの方がいらしてるというところでございまして、全国区でございますよ。すごい聖地なんですよね。そうなんですよ、はいはいはい、なんか見たことありますもんね、あ、AP も見たことがある、うん、ありますね、間違いなくあれだと思います、うん、今多分声拾ってないです、はい、多分、うん、あ、貼って貼って貼ってください今あれだと思います、あれですよね、あれだと思います、優勝優勝じゃないですよってな、ああ、ああ、これ違うのよ。こっちの声拾ってもしょうがないの。若松さんじゃなくて、AP の声拾ってるからね。いや、僕も見ましたよ、映画。主題歌ね、はい、よかったね。かっこいいことですね。あ、かっこいいことね。あっちの何？かっこいいことね。アスパラパラピラペイ出せんの、アスパラパラピラペイ、ほんとやめて、ほんとやめてもらっていい、いや、そういう主題歌だってこれすっごい嫌だ、なに、ダセアスパラパラダイス、アスパラパラダイス、アスパラパラっていう曲調ね、緑黄色野菜出てこないだろ、あのアニメに、そういうアニメということで言ってくださいよ、そのアニメ、ザ・ファーストスラムダンク、はい、やった、そうですね、すごいめちゃくちゃヒットしたやつね、はい、その神社なんですよ、はい、早く行きましょうよ、だから行く行きましょうよ、 AP がもう階段がもうやだ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 言ってるから、やだやだ言ってますけども、専門の方に来ていただいてますから、そうなんですよね、はい、どうもよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、じゃあ多田さんと熊谷さんということで、こちらについてもね、はい、お詳しい、うん、方なんで、はい、お会いしたいと、次回も知ったけいいとこプレゼンします。